リカちゃん、リカちゃん、リカちゃんは、宝富 e 旧宝製の着せ替え人形玩具。別称リカちゃん人形。フルネームは、カヤマリカ、リカカヤマ。累計出荷数は5300万体を超える。人形玩具の域を超え、企業の広告キャラクターなどタレントとしても、活動、公式ツイッター、インスタグラムも開設している。1966年、もともと、 ダッコちゃん等のビニール玩具のメーカーだった宝、旧宝ビニール1966年は、そのビニール加工のノウハウを活かして着せ替え、人形市場への参入を計画していた。当初は、米マテル社のバービーや、米 QI である社のタミー等の他社の着せ替え人形用の子供が持ち運びできるドールハウスを企画していたが、既存の人形のサイズに合わせると、ハウス自体のサイズが、 相当大きくなることが予想された。これが日本の住宅事情や子供の持ち運びに適さないとして根本的に企画が見直され、日本の事情に見合った大きさのドールハウスとそれに合ったサイズの独自の着せ替え人形として1967年に企画、開発されたものが本校のりかちゃんである。企画にあたり日本の少女たちがより身近に感じられるような ファッションドールというテーマが掲げられ、小学生という設定と小さな女の子の手のひらの中に収まる身長21センチメートルという大きさと当時流行していた少女漫画のヒロインのような顔立ちが採用された。漫画家の牧宮子が発売当時の広告のイラストを担当し、広告には牧先生監修という表記がされていた。リカちゃんという名前は月刊少女漫画雑誌。 リボンの1967年7月号市場の一般公募で決定されたことになっているが、実際には発表号をずらして、読者でなく宝川が命名した。日本人でも外国人でも通用する名前をということで理科となった。親しみやすい仕様が日本の子供に受け入れられたことと、マテル社が生産拠点を他国に移して、日本でのバービーの販売に力を入れなくなったという、 市場の追い風を受け、発売から2年後の1969年には、日本での売り上げで、リカちゃんがバービーを上回った。その年の年末商戦でも他の人形を圧倒し、それ以降、事実上日本の着せ替え人形の女王として、君臨し始める。ちなみに、それ以前に、売り上げトップを飾った着せ替え人形は、中島製作所、現中島コーポレーションのスカーレットちゃんと、 アイデアル社のタミーちゃんだった。その後何度か売り上げが低迷した時期もあった。1993年から1995年まではバンダイのセーラームーン人形の売り上げが単年度でリカちゃんの売り上げを上回るものの、1996年には再び着せ替え人形売り上げのトップに返り咲く。現在の日本でも着せ替え人形のリカちゃんの認知は極めて高い。 あまり人形に詳しくない人が他社の奇世界人形もすべてリカちゃんと一括りにしてしまうこともあるほどで日本における奇世界人形の代名詞と化しているその高い認知から旧宝時代から現在の宝ーに至るまでリカちゃんはメーカーのコーポレートアイデンティティ的キャラクターに受け付けられ広報宣伝の顔の一つとなっているまた可愛らしく親しみやすく 家庭的なキャラクターイメージから多くの企業や公共機関の CM キャラクターとして採用されている。かやまりか、商標の証拠は、かやまりかちゃん、かやまりか、こうやまりかという設定上の本名を宝が、平成11年3月9日に商標出願した際、同名の精神会、かやまりかの承諾を得られていないという理由で一度、拒絶されたが、宝が不服を申し立てた結果、 精神科医、香山理りの筆名の方が本商品にちなんでいることが認められ、平成12年9月21日無事出願が受け付けられた。定年齢層の子供のごっこ遊びによる上層教育をテーマとする商品であるため、メインの理かちゃんと同時に多くの家族人形、ドレス、ハウス、小物が販売されている。メインターゲットは3から6歳の女児で、 その年齢の女児が好むピンク色を多く採用した商品ラインナップであり、使用的にも幼児が一人で簡単に着せ替えできるようにワンピース型のドレスが多い。マクドナルド、ミスタードーナツ、サンリオ等、子供の好む飲食店やキャラクターとのタイアップ商品も多い。旧タカラと旧トミーの合併後はディズニーとのタイアップ商品も発売された。 このように基本的に小さな子供向けのおもちゃだが長い歴史を持つため大人のファンやコレクターも多く存在する。稀に大人向け残った仕様の商品が発売されたり、レトロ趣味の人の間で旧型のリカちゃんが高額で取引されたりすることもある。リカちゃんは年代によって改良が加えられ、 1967年発売の初代と2009年現在のリカちゃんの仕様は大きく異なっている。ここでは2009年現在の現行販売されているリカちゃんの仕様について精致する。歴代の仕様については年表の項目を参照のこと。胸部は ABS 樹脂、腰部はポリプロピレン、腕、足、頭部はポリ塩化ビニル、ソフトビニル、もしくは足は オレフィン系熱化素性エラストマーから構成されている。腕、頭部のポリエンカビニルはゾル状からの射出成形、足はペレット状からの射出成形。近年、ポリエンカビニルに含まれる化素材の揮発による健康被害への対策として使用する化素材がヒフタル酸系に変更されたり、足の素材変更がされたりしている。腕の内部には 肌色のビニールでコーティングしたステンレス製の針金2本を中央部で合成ゴムで接続し U 字型に曲げたパーツが組み込まれこの針金の変形の保持と肩、腰、大腿付け根のジョイント部分の回転により腕と足首のある程度の可動やポージングが可能となっているリカちゃんの髪には PVDC 繊維が使われているごく稀に PVC 繊維が採用されることもある また、乳幼児の誤飲による窒息事故を避けるために、小さな部品には軌道確保のための穴が開けられおり、リカちゃんの靴や小物等には毒性のない苦味成分が塗布されている。人形の仕様は各商品によって細かい差異があり、様々な瞳の色やメイク、髪色、髪型のバリエーションが存在する。ほとんどの商品の製造は一回限りで、完売した場合は、 同じ仕様の商品が再生産される可能性は低い。リカちゃんキャッスルの所在地である福島県小野町において、ふるさと納税の返礼として500体の特製リカちゃん人形が開始から1ヶ月で全て返礼として在庫がなくなったと2017年6月に報じれた。時代によってバリエーションがあり、一定しない。リカちゃんに設定が作られたのは、 怪獣図鑑を参考にしたものである。2010年度の日本タレント名館 VIP タイムズ社館にプロフィールが採されている唯一の架空キャラクターでもある。理由はプロフィールがタレント並みに細かく設定されている様々な会社の CM キャラクターとして活躍しており、宝ミーがリカちゃんをタレントと認識してもらうためにタレント名館の掲載をお願いした。リカが フランス人と日本人のハーフという設定は、発売当時に、ハーフの少女タレントの貢献エミリー、現、鳩山エミリーが人気だったことによる。宣伝でも、貢献エミリーを使う予定があり、社内ではまだ名前が未定だった、リカちゃん人形をエミリーと呼んでいたという。ここでは1997年に発売された、様々な年齢のリカちゃんを商品化した。 セット、リカちゃんのアルバムに記載された設定、およびその延長上の設定を記載する。公式設定では、リカちゃんの誕生日は5月3日。リカちゃんの人形が発売開始されたのは1967年7月4日とされるが、これについてはいくつかの説があり7月1日とも言われる。同年、カラーチェンジリカちゃん、カラーチェンジサクラちゃんを発売。 福島県田村郡尾野町にあるリカちゃんの工場券、展示施設、以下、キャッスルと呼称する。旧宝の福島工場として設立され、主にリカちゃんやジェニー等の人形の生産を行っている一部門だったが、後に宝岩き工業株式会社として分社化。2006年2月、旧宝と旧トミーの合併前に自社株買いにより、資本的に独立し、社名を リカちゃんキャッスル株式会社に変更。2011年1月1日からは、法人名を、リトルファクトリー株式会社に変更した。OEM としては、宝富医者向け商品の製造以外に、株式会社スターの製品や株式会社、アゾンインターナショナルの品の製造を受け負っている。小野町の観光名所の一つで、ランドマーク的存在でもあり、キャッスルの開設に合わせて、 リカちゃんは、小野町の町おこしプリンセスに任命された。以降、町とキャッスルは、観光や地域雇用において、積極的な連携を行っている。キャッスル付近の橋には、リカちゃんの銅像が立っている。キャッスル側でも小野町に伝わる小野小町伝説にちなみ、十二単を着た小野小町リカちゃんを製造、販売している。なお、キャッスルの名誉館長は、 歴代の小野町町長,長が務めている。2014年8月1日東京都中央区日本橋に大人のためのドールショップリカちゃんキャッスルの小さなお店をオープン。リカちゃんキャッスルやイベントで販売していないオリジナル商品も売りしている。2000年10月7日にオープンした東京都中央区にある玩具販売店白品館トイパーク地下1階にある リカちゃんとジェニーの専門店のこと。既製品に加え、リカちゃんクラブ67オリジナルの人形や人形用ドレスも販売されている。店名の67は、リカちゃんが1967年に販売開始されたことにちなむもの。かつて、富士急ハイランドにあったファミリー向けアトラクションの一つ。2002年7月21日にオープンした。人間サイズに再現された。 リカちゃんハウスや CG によりリカちゃんと一緒に写真が撮れるスタジオ、リカちゃんをイメージしたデザートが食べられるカフェ、売店等が併設されていた。リカちゃんタウンのオープン以降、富士急行が高速バスの富士川口湖線、新宿富士五湖方面間で、リカちゃんのラッピングバスを運行していた。また、富士急ハイランドに隣接したホテル、ハイランドリゾートホテルスパには、 リカちゃんの世界観をイメージして内装からアメニティまでがトータルデザインされた客室、リカちゃんルームがあった。リカちゃんタウンは2009年1月12日、リカちゃんルームは2009年1月15日に営業終了した。マキちゃん、ミキちゃんサイズの人形、2009年1月2日放送会ぐるぐる、99、グルメチキンレースごちになります。で、 岡村隆史が持参した、うなずきんごうになりますバージョンに対抗して、森泉が宝富ーに特注した、リカちゃん人形から商品化になったシリーズである。1992年、リカちゃん生誕30周年記念ドールとして発売された、陶器製。パート1と2があった。身長10センチメートルくらいのリカちゃんのキーホルダーとストラップ。髪は毛ではなく、 成形品だが、服は布製で、着せ替えができる。1992年、リカちゃん生誕25周年記念で、初代リカちゃんが復刻された際に、初代リカちゃんをそのまま縮小したデザインで、製作販売されたキーホルダーが最初。その後、タイアップ商品である琉球リカちゃんキーホルダー、ストラップが35万個も売れたのを受け、全国各地から、 様々なご当地リカちゃんキーホルダーやストラップが次々に発売されるように言った。現在ではどれぐらいの種類があるのか全て把握するのは困難なほどに全国で様々な企業や公共機関とのタイアップ商品が続々と発売されている。このキーホルダーやストラップだけを専門に集めるコレクターも存在する。 1968年10月から開始された、リカちゃんの声が聞けるテレフォンサービス。1967年、宝の本社の電話に一人の女の子から、リカちゃんいますかと、電話がかかってきたことがきっかけで開けされた。当初は人間、初期は女性社員、後にアルバイトが応対していたが、1968年10月から、テープによる自動応答となる。 公式にはこの自動応答となった時期をもって、リカちゃん電話の解説とている。2002年時点で、延べ通話数は1000万通話を超え、2007年時点で、月に約1万件の電話が来る。電話番号は、サービス開始当時のものから変更されている。現在の番号は、外部リンクを参照のこと。なお、宝富も出資している、東京都葛飾区のコミュニティ FM 葛飾 FM では、 朝の番組、モーニングジャーナルで、リカちゃん電話のコーナーが設けられている。リカちゃん電話には、都市伝説が存在する。一人で、留守番をしている女の子が、リカちゃん電話にかけると、リカちゃんが、これからお出かけするところなのよという内容が流れる。もう一度電話すると、お出かけ中。さらに電話すると、あなたの家の前よとなり、だんだん近づいてくる。そして、最後は、今。 あなたの後ろよ、というのがオチで、メリーさんの電話という都市伝説のバリエーションである。この他に、三本足のリカちゃん人形という階段系都市伝説も存在する。劇団、ぴっかりザヌイグルミ人形ファンタジー1991年発売、VHS のみ。2014年現在すべて廃盤。出演、リカちゃんのテロップと共に、ジャケット裏表紙には、 リカちゃんからのコメントが掲載されている。本編はぬいぐるみ、着ぐるみのリカちゃんが、それぞれの物語の主人公を演じている。ここに記載した以外に、講談者や小学館の幼児誌に不定期に、リカちゃんの漫画が掲載されることがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。